風呂のこぼし屋と呼んでいい。作る時と盛る時にこぼします。必ずこぼすよ。なんでこぼしちゃうの。なんでっつってもまあこぼしちゃう。こぼしちゃう理由があるんですよ。あるの。何、手が震えるから。震えてるね、最近って。こうやってこぼさないようにしたらこぼれる。あとなんかちょんちょん触るじゃん。無駄なこの触るよね。それがこぼす秘訣。さすがプロ。じゃあちょっとこのプロがこぼしたやつをちょっと違うのかな、これだけ。一個だけ違うような気がしますね。じゃあこれ特別にいただきます。あ、これは美味しい。美味しいですか。うん。わ、なんか今まで食べたことないかもしれない。本当ですか。ちょっと芋も食べてみてください。芋の方が芋の方が美味しい。芋はね、取ってあるんですけども。それはそれで、まあ、プロのこぼし屋がこぼした素材の、はい、これじゃこれは塩で食べるとして、じゃこっちの芋ちょっといただいてみますか。ああ、うん、これ食べたことありますか。これありました。よく食べるやつ。よく食べるやつ。バターの芋ね。肉の方は食べたことない感じですか。バターの唐揚げって確かあんまりないよね。あ、すごいうまい。なんかジャンキーな。うまい。ほんとジャンキーですよね。うん、見た目もいい感じに。そこは塩をかけて。ジャンキーですね。うん、これはこれで美味しい。さすがプロ。この芋美味しいです。さすがプロ。でも今日2個だったよ。もうちょっとボロボロいくのかなと思ったけど、盛るときはそこ気をつけて。惜しかったー。